いな。覚醒ラッシュ行きましたけど、覚醒行きましたけど。さあ3回目リタタックダチョウか、バイバイ。まあ、ダチョウしょぼいんですけど、だいぶしょぼいですね。15ゲーム弱っ、下手くそです、かなり。はい、たまりました。4回目、すごいな、サクサクいく。ゴリラ、あ、SD ですね。ラブレイ、リプレイ、バイデューはちょっと。ハテナ。ラブレイ。バナナ。よし。はい、弱い、弱いわ、少ないわ、20ゲーム。はい、3つ目、これでたまりましたと。チャンス目からですよ。ボーナスの方行きました。はあ、レギュラーボーナス、建物狩り、リーダーリー、お願い。はい、終了。さあ、ビスタタック、ビスタタックや。じゃあ行きます。次は何が来るか。ゴリラリベンジします。リベンジ。60ゲーム完成です。
と1個で本で溜まると。で今残りゲーム数200ゲーム超えました。うわドラクエ、ドラクエ始まった。いきなりすげえ、こんなんもあんの。ライオンレベル331、まあまあ強いけど、ヒットポイントも331とかいう、あんま MP もそんな強ないんや。すげえなこれ、こんなんあんねや。たまる王様のハイエナをやっつけたっつって。藤本さん面白いものが見れました。ライオンコンボね、もう一生ベルいかんかったらよいわけでしょこれ。ほら、なんかやれる人は結構やれるんでしょうね。全然やれへんすけど僕、はい、半分ぐらいです。45ゲームまたまたチャンス目引いた、重ねた。これ行こうか、ちょっと、はい、いいかな、ここでややくやって、で、ゴリラです。ちょっとこの辺で大きくがっつり行きたいですけど、今50と。わあ落ちたか。しまいましたけど、まあでも260ゲームぐらいまで行ってたんで。十分ではないんですけど、だいぶ平均以下が続いてたんで、まあ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 、これで一応もう手玉自体は、玉自体はまあプラスになってるんで、まあ本当にちょっと何回も言いますけど、あのペナルティで覚醒が終わったんであれば終わったくないんですよね。でももう悔いしかないです。もうね、ほんまもうごめんなさい、申し訳ない。ちょっとテンションが上がってました。興奮してまして、多分押し順を左やったんかな、え、じゃあ右やったんかな、ほんで左から多分押してたんですよ。入れてなかった、ごめんなさい。
トータル852枚です。で、獣の玉に5獲得したので残り1個溜まります。残りゲーム数も見やすくしてきたんで無理だ。30ゲームでした。3ゲームは少ないと思うんですよ。千枚オーバーです。さあチャンスで引いた。うわおうわおお金のカバや金カバ、いわゆる金カバ出ました。クイーン、ありがとうございます。すげえな、はい、微熱で、はい、トータル1182枚。まあ4個貯めて頑張りましたと。では一発目いきます。ガチョウもう一発あるんで、ガチョウは嫌やな。ガチョウ
ダチョウ嫌いやもん。こんな無理やもん。あと2個は金レースでした。ラストアタック、まあ3つありますと。まあこれもう1回あります。全員攻撃が先の1回やられましたね。はい、トータルが489元の1404枚で終了です。はい、この台はここでやめて他に移動します。はい、この北斗の拳転生の章なんですけれども、現在158ゲーム158安倍氏でやめられていると。まあ、まだノーボーナスなんで、まあ、リセットならば2ゴロ全然狙えるという台なんですけど、まあ、他の転生見てもリセットっぽいのが当たってる台も、まあ、何台かあるんで、まあ、これちょっと見てみて、まあ、リセットであるようであれば、まあ、リセットかなり多めなんかなという判断もできるので、今そして130安倍氏ぐらいでやめられている台もあるんで、まあ、ちょっとこれがリセットであればその台も打てるということになるので、この台ちょっと様子見たいと思います。おそらく据え置きなんかなと思います。この台ここでやめます。はい、この肛門邪魔かったんですけれども、現在257ゲームの印籠箱の方が206ポイント溜まってる状態なんで、この台を印籠箱のポイント狙いで打っていきます。まあ、もうすぐ300の勝つゾーン、まあ、ぼちぼち濃いところがあるんで、うまくいけばサクッと固まってくれるんじゃないかなと。今ご一行箱も印籠箱もいい感じなんで、もう300ですけど、カツ丼入ってくれればダブルも期待できるから。あらやって、あらさらにやって、いやーこれ欲しいな。300ゲームです今。間違えてました、307でした。上映れてますわ。頑張りました。5一個箱351ゲームでリトルレッドです。まあ、欲を言えばね、これで CZ から初当たり止めて、さらにその後インローバンを貯めて、もう一発当たり取る、初当たり取るというのが理想ですけど、まあまあまあ、ご一個箱の方はね、あんま期待できないんで。チャンスですか。迷うでござる。行くでござる。おすすめ、これほんまにおすすめか、発見。あ、ジャムカップ。もう一回ぐらいチャンスアップあれば。あ、あった、これいくか。どうした。354ゲームですかね、ご一個チャレンジです。ご一個チャレンジ。どうしよう。どうしようかな、これ迷うねんな。なんでもいいんすよ、一発でいきましょうか。一発でサクッと。あー、ここでして強制引くんや。そうなん、あー、じゃあなんかいかんとこかな。どうしようか。やばいよ、一発でいきますわ。これで決まりじゃ。お願いします。ドンドンドン、はい、かぶしました。あー、まあでも強制引いたんで溜まります。振動箱が、わあ、すごい。なんかちゃうわ、なんかちゃう。
はい、溜まりました。364ゲームミドルレッドです。行くでございます。今日もいい風でございます。まあ、ここ当たってくれればいいです。さあ、2連続おっぱいチャンス。下パネルが、これはもらったでしょ、これはもらってるでしょ、このパターン。はい、まず前へ。 OK OK。はい、385ゲーム達成です。6問茶マ。はい、まあ、まさか負けへんでしょ。あれ、避けて、あ、避けて、はい、はい、よっしゃ。388ゲーム。最初からこうなっといてくれたらいいのに。持ちコインで当選です。ジョグを回すのじゃ。どうしようかな。裏の裏、じゃあ裏挑戦なんかいかへん。裏挑戦今行こうとした。何をしてんねん。表挑戦でしょうね。うん、表挑戦で 12.5% どっちかお願いしますと。はい、うわ、なぜかー10ゲーム。まあ、大半がね、冗談上手なんで。じゃあ行きます。40ゲームスタートです。あっと、お、今おったぞ、今おったぞ、黄門ちゃまが来るでしょう。これ大好き、これ大好きです、僕。9回裏、西満塁チャンス、いきます。特大ホームランかましたらんかい。ストライク。ストライク。さあ、ここよいしょ。大きい、大きい、お、大きくない、別に普通や。50ゲーム。はい、ラスト。よかったよかった。ダンスね。さあ、さらにパネフラ。今日も突破しろ、これするでしょ。ええ、変ねや。ここで、ここで、はい、2回目イロンチャンス。ジョグを回すのじゃ。これ硬くいくんやったらバランスとかの方がいいと思うんですよね。え、裏挑戦、裏挑戦はいかへんわ、裏挑戦はいかへんわ。いやー、今日これ勝たなあかんとこなんですよ、この最終戦で。これバランスもいいと思うんですけど、面白くないもんね。
そんなのしてもね、だせめてこれよね、せめてこれよね。あ、これでいくわ。いや、堅実。いや、これでいこうか。これでいきます。少ないなまあこうなるよね。なんか久しく表挑戦で家康とか降臨してへん気しますね。終了。70ゲーム321枚です。もう一発。まあさすがにないですね。潜伏だけ見ます。これ5個箱たまるかもですね。はい、この台は27ゲームでやめたいと思います。今30杯のメダルもあったんで一旦このカードに全部流してみたんですけれども、投資が今850枚に対して1600枚ほどありました。なので、まあ、僕自身が、まあ、750枚ぐらいは浮いてるんですけれども、まあ、ミッション、今までやってきた、まあ、全員のトータル合わすと500枚ぐらいのプラスですね。まあ、なんとか現時点ではクリアしていると、2つともこれクリアできる範囲にいると。ただまあ残り時間がまだ45分ぐらいあるんで、まあ、少しでもねちょっと出玉増やしてあのプラス玉を多くしたいんで、まあ、A タイプも視野に入れながらねちょっと台探したいと思います。はい、この花の方なんですけれども、前々日が37の17で144分の1、前日が27の23で144分の1で、今日が11の7で159分の1と、周り側を見てますと、まあ、高設定据え置きと遊興の問題が結構多いので、まあ、これもちょっと今日に関しては弱いんですけども、まあ、十分可能性としてはあるんじゃないかなと思うので、残り時間これ打っていきたいと思います。おお、当たった、当たった、やったやったやった、プレミアや、綺麗や。うわー、これ残り時間まで見てていいっすか。ダメめっちゃ綺麗。よしよし、投資1本248ゲーム。まあ好きなピンク7の方で、いやさあビッグボーナス増えた増えた、出よう。あー、取りこぼしたかな、取りこぼしたですね。あー違った、二郎くん、たくさん、おくろまん、こっちゃんやりました、こっちゃん光らせました。レギュラーや、まあいいっすよ、いいっすよ、レギュラーボーナス何ゲームだ、200何ゲームかっすか。はい、というわけで、まあ、今レギュラーボーナス終わったとこなんですけれども、まあもうこれでどう考えても黒バラの負けはないと。まあ、もう残り時間が本当あと数分ぐらいなんで、もうディレクターさんが負けを認めましたというわけで実戦終了します。お疲れ様です。実戦終了いたしました、お疲れ様でした。さあプライド最終戦が終わったわけなんですけども、早速ね僕の結果の方から発表させていただきたいと思います。投資850枚に対しまして回収が1716枚ということで、プラスの866枚でございました。はい、というわけでですね、まあ、僕最終戦第6戦目ですね、まあ、これ特大花丸、書きましたけど、これでですねめでたく、まあ、ミッションの1つ目、まあ、2つ目なのかな、プラス5000枚以上というのを、合計がプラス5615枚だったのでクリアできました。さらに今日僕が勝利したことによって、6戦中4勝というミッションもめでたく無事クリアできました。いやこれはね正直すごいと思ってるんです。もっと言うとこれよう見てください、
ほぼ買ってんの僕。5600枚プラスでしょの中の言ったら5300枚ぐらい叩き出してるわけですよ。で、まあこれ僕らプライドを守り抜いたとね、あのミッションクリアしたということなんで、報酬賞金が、まあ、みんなに与えられるということなんですけれども、まあただ今日ね、まあ、どっちかわからんかったと、まあ、200枚ぐらい勝つか負けるか、ね、200枚僕が勝たなあかんっていう、まあ、勝つか負けるかわからんかったんで、とりあえずね賞金今用意されてないっていうね、まあ、この辺もちょっとあらないって思うんですけど、うん、後でよう言うときます。まあ、いくらかだから賞金はわからないんですけど、とりあえず4人で分割なんですけれども、この活躍ぶりを見たら、言ったらもうジロー君比率で言うとですよ、ジロー君1、たくさんもマイナスぐらいでもいいぐらいよ。まあでも可愛さが1上げようと。でホクロマンもまあ結構頑張ってくれたので3ぐらい、だから1対1対3対5ぐらいの割合でね、これもらっても全然いいんじゃないかなと思ってるんですよ。だから振り分けはこれでいこうかなと思ってます。まあいくらもらえるか分かんないですけどね、もしかしたら1000円とかかもしれないですからね。まあそうなったらもう二郎さんブチギレですよ分かんないですけど、ただですね、ただね、僕はちょ、これはねいい成績を残せてまあ良かったと思うんですけれども、一つだけちょっと振り返ると、まあ、前半戦を見てくれた方いらっしゃると思うんですけど、やらかしましたね。とんでもないこと、覚醒ラッシュ、まあ言ったら獣王でいう一番の見どころ、そこでペナをするというね、前代未聞のことをやっていまして、もうこれはね、もうほんまにすみませんでした。もうすみませんでした。もう申し訳ないです。もう悔やんでも悔やんでもね、もうずっと今終わるまでね、ずっと悔しい状態で、本当申し訳ないなと。ただまあちょっと今回プライドではね、この収録では僕頑張ったんで、ちょっとそこを免じてちょっとお許しいただけないかなと。まあちょっと変えよう、言い方じゃないですけど、まあいいサンプルがどれだったらないかなと。覚醒ラッシュ中にペナルやつ多分出てこないと思うんですよ、今後日本でね、ああいう挙動になりますよと。皆さんほんまに気をつけて押してくださいというところで、ちょっと一つ勉強じゃないですけど、ちょっと、そういう感じで許してください。もう一回謝ります。すいませんでした。ごめんなさい。はい、というわけで、まあお許しをいただいたと勝手に思っておりますんで、はい、これでプライド、まあ、6戦を終えまして、計半年にわたって、皆さんに見てきていただいてね、また今後、まあ、続くかどうかはわからないんですけども、しかしたらまた違う形でお会いする方かなと思いますんで、はい、約半年間黒バラの4人を見ていただきましてありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。さようなら。ごめん、仲直りした時も、いつでもどこでも、ジャンバリ新着アプリ。